はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットやっていきたいと思います。お知らせが届いてるよ。さてですね、前回カダノハービー、残念ながらSWBC 3着に敗れてしまいました。まあ前回のチャレンジを7着よりは前進しているんですが、まあ頑張ったけれどもここまででしたっていう感じでしたね。さあ、ここでもう引退レース宝塚記念に臨みたいと思います。マイネル・ハーディ。おっと、なんか牧場王のマークがついてるけど、これなんだろう。まあいいや、ひとまずトゥーカッターを、牧場王の馬が登録されてる。アンビシャスに乗るのか、内パク、川田、デムーロ乗せてみましょう。これで馬体重の調整は文句なし。ということは、疲労回復させないといけないから、これです、いきましょう。これでベスト体重です。これで、宝塚に臨みます。1.2 倍ですね、やはり。トゥーカッター、これがですね、牧場馬なんですよ。V
ブラリアンズタイム。か、父親が。こいつはちょっと、オッズ以上に厄介なので、単勝で潰しかかりましょう。アンビシャス塗りやがったな、横乗り。丸がついているのが、まあ、トゥーカッターの他には、ラブリーデー、ラストインパクト、カレミノティック、というあたりですね。北三ブラックが意外と評価が低い。どうしちゃったんだろう。何歳かな。確か北三ブラック大敗したレースだったような。でも相当の能力はあるはずなんですよね。トゥーカッター最高峰ですね。すごい髪の色だな。縦長ですが、そんなに速いわけではない。800m。コース内回りのコースですね。まだトゥーカッターは動き出してない。ようやくここで仕掛け始めたトゥーカッターが、さあ早くも先頭に立ったぞ。カタノハービン、さあごちゃごちゃしているが、トゥーカッター中を割って鋭く伸びてきた。さらにいい伸びだが届かないだろうな。カッターハンバシーまで積み降りましたね。それでも素晴らしい。お、巻き場をチケットゲットしました。さてと、これでパートナー調教なんかやったし死んじゃうよ。メロンか。メロンじゃないんだよな、使うのは。もちろん温泉しかありません。そして確か馬体が稼げるあれがあったような、買ったような。これでも4キロだから、これですね。これだと2キロマイナスだけで済みます。つまり何をするか、 WBC 挑戦です。もう一丁っていう感じですね。ちょっと得意のターフで行きます。まあ一着ならもちろんいいんですけど、まあ、出せるレースは出しときたいということで、連投で
WBC ターフに挑戦です。本当の引退レースです。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録者数増やしたいと考えておりますので、まだお方はご協力よろしくね、お願いいたします。いつもごとくですが、高評価、コメント、 SNS は拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターのアドレス説明欄に記載しますので、よろしければ見てください。またこの動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリストの、が表示されますので、こちらもお時間がありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。